幸福な家庭、路人、井上勾配役。するもしないも全く自分の勝手だが、作品というからには、鉄と石と勝ち合ってできた火花のようなものではダメだ。あの太陽の光のように無限の光源の中から湧き出してきたようなものが、これこそ真の芸術だ。その作者こそ初めて真の芸術家だ。そうして俺は、それ式のことが何だ 彼はそこまで考えると、いきなりベッドから跳ね起きた。彼はずっと前から、原稿料で生活をして行きたいと考えていたが、投稿するなら、まず幸福日報社が良かろうと決めていた。そこは比較的に稿料を余計にくれるからだ。しかし、作品には一定の範囲があるから、その範囲を超えれば没所になる恐れがある。範囲も範囲だが、 現代の青年の脳裏にある大問題はなかなか少なくなさそうだ。いや、どっさりあるかもしれない。恋愛、結婚、家庭などと来ては。そうだ、この点については確かに多くの人が悩んでいて、ちょうど今いろいろ討論中である。では家庭を書いてみよう。それはそうとどんな風に書こうかな。そうしなければ没所になる恐れがあるし、 わざわざ自制に背く必要もない。それはそうと。彼はベッドから跳ね上がると、五六歩進んでテーブルの前に行き、緑系の原稿用紙を一枚取ると、ぶっつけにやや焼け気味にもなって、次のような台を書いた。幸福な家庭。だが彼の筆は立ちどころにぶった。彼は青むになって両眼を屋根裏に見張りながら。幸福の家庭。 農機場を考えてみた。北京は、ダメだ。全く沈み切ってしまって空気までも死んでいる。余震場家庭の周りを公平が、ぐるりと囲んでいるにもせよ、まさか空気を遮断することはできまい。つまりダメだ。高素石膏は毎日戦争の防備をしているし、福建と来たらなおさら盛んだ。四川、関東は、ちょうど今戦争の間も中だし、 三刀、火南の方は王ドヒが人質をさらってゆく。もし人質に取られたら、幸福な家庭はすぐに不幸な家庭になってしまう。そうかといって上海、天津の疎開へ置けば家賃が高い。じゃあ外国へ置くとしたらいい笑い話だ。雲南、奇襲は交通があまりに不便で、どんな風だかわからん。彼は思い巡らしてみたが、適当の場所を思い出せない。 そこで A と仮定した。今でもアルファベットで人名地名を書き表すと、読者の興味を減少するというものが少なくはない。今度の俺の投稿では、これを用いない方が安全だ。それでは、どこがいいだろうかなコナンも戦争だ。大連はやはり家賃が高い。父春、吉林、国流校は、馬族が出るというし、こいつも行けない。そこで、 いくら考えてみても格別にこれといったところもないので、幸福な家庭の所在は A ということに仮定した。つまり、この幸福の家庭が A にあると決めれば問題はない。家庭にはもちろん一組の夫婦があって、取りも直さず、それが主人と主婦で自由結婚だ。彼らは四十カカ城か,かの非常に詳細な、 だから極めて平等な、十分に自由な条約を締結している。それに高等な教育と、交渉にして優美な。しかし日本の留学生はもう流行らない。そんなら仮に西洋の留学生としておこう。主人はいつも洋服を着て、ハードカラーはいつも雪のように真っ白。夫人は髪の毛にコテをかけ、 スズメの巣のようなモヤモヤの中から切迫の歯を表しているが、チョモのは死な服で。ダメ、そいつはダメだ。二十五金だよ。窓の外で男の声が聞こえたので彼は思わず頭を横にしてみたが、カーテンは垂れているし、日の光は差し込んで目が眩むばかり。続いてキッタンをばらまくような響きがした。俺には関係のないことだと思ってみたが、 何が二十五金なのだろう、と考えた。彼らは優美高直で文芸を深く愛する。けれども幸福に成長してきた人だから、ロシアの小説は好まない。というのは、過当な人間が描かれることが多いからで、こうした過程には不向きなのだ。おや、二十五金、だって、関係のないことだ。それでは彼らはどんな本を読むのだろうか バイロンの歌かそれともキーツの歌かどうもぴったりと来ないな。ああ、あったぞ。彼らは、理想の夫を愛読するだろう。俺はまだ読んではいないが、すでに大学の教授が賞賛しているというくらいなら彼らもきっと愛読して、どこの家庭にも一つずつ備えてあるに違いない。彼は胃袋が空っぽになったのを感じた。筆を置いて、 両手で頭を支えると、自分の頭はまるで二つの柱に立てかけた地球儀のようであった。彼とお二人は、ちょうど宇宙敷をしているに違いない、と彼は思った。テーブルの上には真っ白な布が敷かれて、コックがおさを運んでくる。多分品料理だろう。二十五金、なんてことは彼らと関係のないことだ。しかし、なぜ品料理にするのだろう。 西洋人入っている。品料理は最も進歩したものである。最も美味で、かつ衛生的であると。彼らが品料理を取るのはそのためだ。さて、一番初めに運んできたのは何だろうか。薪ですよ。彼はびっくりして振り返ってみると、左の肩に沿うて自分のうちの主婦ょがうがんを彼の顔にものすごく釘付けして立っている。なんだ また自分の創作が邪魔されるのかと思ってすこぶる腹が立つ。薪を使い切ってしまいましたから、今日チッとばかり買ったんですが。前には十金でリャンテウスーだったのに、今日はリャンテウ量だというのです。私はリャンテウウーでもやればいいと思いますがいいでしょうかよし、よし。リャンテウウーでも。とても測りを誤まかすんですよ。 マキアはどうしても24金半というのだけれど、私は23金半で勘定してやればいいと思います。どうでしょうかねよし、よし。23金半払ってやれ。それなら、55の25、35の15。うむうむ。55の25、35の15。彼もまたそれから先が言えなくなってちょっとまごついたが、たちまち薬器となって筆を取り、 一行ばかり書きかけた。幸福の過程の原稿用紙の上に数字を書き始め、しばらく勘定してからやっと頭を上げていった。うーてうぱだ。彼はテーブルの引き出しからありったけの胴元をつかみ出し、それは230よりは少なくないものを広げている妻の手の上に置き、妻が出て行くのを見て、ようやく机に向かったが彼の頭の中は巻きだっぽのことでいっぱいだった。 55の25と、まだ頭の中はアラビア数字で混乱していた。彼は深く息を吸って、力強く吐き出してみた。これで頭の中から巻きだっこと55の25と、アラビア数字の幻影を追い出そうと思ったのだ。果たして、息を吐いてから気持ちも少なからず軽くなった。そこでまた甲骨として思いを馳せるのであった。どんなご馳走だろうな。 珍奇なものでも差し支えない。豚のロースのくずかけや粉エビのいりこじゃあんまり平凡だ。大公はぜひとも彼らの食い物を、竜トウにしたい。しかし、竜トウとは一体どんなものかね。ある人はこれはヘビと猫を用い、関東の貴重な料理で大きな宴会でなければ使わないと言ったが、私はかつて高祖の飯屋の献立表でこれを見たことがある。 高祖人はヘビや猫なんかは食うはずがないから多分、カエルとウナギのことを指したのであろう。一体、この主人公と夫人は、どこの土地の人に決めたんだっけな。そんなことは彼らには関係がない。どこの国の人であろうがヘビや猫、あるいはカエルやうなぎを一杯くらい食ったって、幸福な家庭を傷つけるものではない。で、つまりだ、最初の一番は、 竜古島としておいても決して差し支えない。そこで、竜古島がテーブルの中央に置かれて彼らは箸をつけ、互いに顔を見合わせて日光としながら。マイディアプリーズプリーズユーイートファーストマイディア王のプリーズユーと来るかな。そこで彼らは同時に箸をつけ、同時に一回のヘビ肉をつまむ。いやいや、どうもヘビ肉ではグロだ。 やっぱりうなぎという方がいい。そんならこの、竜古島はカエルとウナギで作ったものということになるので彼らは同時に一塊のうなぎを挟む。大きさは皆同じで55の25と3後の。こいつはいけない。そして、同時に口に入れる。彼はそのうち我慢しきれなくなって振り向いてみようかと思った。というのはたちまち背後が非常に想像しくなり、 人が二三不意行ったり来たりするのだが、それでもよく持ちこたえてざわめきの中で思いを繋いでいる。これや少しくすぐったいな。こんな過程があるだろうか。おや、おや、俺の施策はどうしてこんなに乱れるだろう。題目はこんなにいいのだができそうもなさそうだ。そこでと、特に留学生と決めることもないだろう。国内で高等教育を受けたものでもいい。 彼らは大学の卒業生だ。高直で優美で、高尚で。男は文学者だし、女も文学者だ。あるいは文学の崇拝者でもいい。また、女は詩人で、男は詩人崇拝家、フェミニスト、あるいは。こらえきれなくなって彼は振り返ってみた。すると彼の背後の本棚の脇にはすでに一山の白菜置き場が出現している。 仮想は三株、真中が二株、上が一株で彼に向かって鼻肌大きな英字をを畳み上げている。ああ、彼は驚きの短足を発した。それと同時に顔が熱くなって、背骨をたくさんの針にでも刺されるように感じた。うーうと彼は長い息を吐いて、背骨の針を覗こうと思いながら、それでも考え続けるのだった。幸福な家庭の部屋は広いし、 それに物置もあることだろうから、白菜みたいなものはそっちの方にやっておくさ。主人公の書斎は別に一件あって、壁は一面の書棚で埋まっているから、その付近にはもちろん、白菜謎は積んでおかれはしない。書棚にはシナの書物、外国の書物、例の。理想の夫もあるわけだな。上下二冊揃いだ。寝室がまた一件あって、 心中のベッドかな。それとも失素を胸として第一監獄工場で作ったニレの木のベッドでもいいが。ベッドの下は非常に清潔だ。彼は自分のベッドの下に目をくれると、薪はもう使い切らして、縄が一本、死んだ蛇のように物置く横たわっている。二十三金半。 彼が巻きが間もなくベッドの下に行く水の流れは絶えず進んでくるのを予想すると頭の中がまたガサガサになって入り口へ行って門を閉めようと思った。しかし両手を門にかけると、すぐに、これは少し気短に過ぎると感じて、出しかけた手を引き込め、埃のたくさん溜まったカーテンを放かした。こういう風だと事故を守って閉じこもるほどの強情もなく、 また門ンを解放する不安もないのだから、これこそ鼻肌。中央の道に合するものだと思っても見た。だから主人公の書斎のドアは、とこしえに閉めておくものだ。彼は席に戻ってきて腰を下した。用事があって相談したいなら、まずドアをノックして、許可を得てから入ってくる。この方法は実際いい。 たとえ主人公が自分の部屋に座して主婦が来て文芸の話をするにもせよ、まず第一にドアがノックされねばならぬ。こういう風なら安心していられる。彼女が白菜謎を抱え込んでくるはずがないのだから。カムイン、フリーズマイディア。しかしだ。主人公が文芸謎を語っている感がない時にはどうしたものだろう。いっそほったらかしておくか。彼女が外に立って、 いつまでもどんどん叩いていたら。そんなことはまずまずできないことだ。そういうことは、ひょっとすると、理想の夫の中に出ているかもしれない。あれは確かにいい小説に違いない。今度原稿料が入ったら一冊買ってみてやろう。ピシャリ。彼の腰骨はピンとなった。というのもこれまでの経験で、このピシャリの音は、 妻が三つになる女の子の頭をひっぱたく音だからだ。幸福な家庭、彼は子供のしゃくり上げる声を聞きつけた。彼はまだ腰をピンとさせたまま考えていた。子供は遅くできるものは遅くできるが、あるいはいっそない方がいいのかもしれない。二人で綺麗さっぱりと、あるいはいっそ下しく住まいをする方がいいのかもしれない。あとは何もかもあいつ等に受け負わせて、 自分一人で綺麗さっぱりと。すすり泣きの声がますます大きくなってきたので彼はまたも立ち上がり、カーテンをくぐり出て。マルクスは子供の泣き声の中でも、資本論を書き上げたから彼は偉人である、と、考えながら、外に出て風よけの戸を開けると、石油の匂いがプンとした。子供は門の右辺に横たわって顔を地べたに向けていたが彼の顔を見るとわっと泣き出した。 おう、よしよし。泣くでないぞ泣くでないぞ。いい子だ。と彼は腰を曲げて女の子を抱いた。彼が子供を抱いて行こうとすると、門の左のところには妻が立っていて、腰骨をまっすぐにして両手を腰に置き、ドキフンプンとしてさながら体操の総連でも始めそうな勢い。あなたまでも私を馬鹿にするんだね。人の仕事の手伝いもしないで、邪魔するだけだ。その上、 ランプをひっくり返しタたらンには何をつけるんです。おおよしよし、泣くでないぞ泣くでないぞ。彼は震え声を後に残して子供を部屋に抱き入れ、頭を撫でて。いい子だいい子だ、と言いながら下へ下ろし、椅子を引き寄せて子供を両膝の間に置いて座し、手を挙げていった。泣くでないぞ、いい子だから、お父さんはね。 猫が顔を笑うところを見せてやるぞと彼は首をのしてペロリと舌を出し、手のひらを離して二度ばかり空を舐めて、その手で自分の顔の上に縁を書いてみせた。あ、母は、こじき。子供はすぐに笑い出した。そうそう、こじきだ。彼はまたしてもいくつも縁を書いてようやく手を休めてみると、子供はニコニコ笑いながら、涙に濡れている目で彼を見ている。 なんという可愛らしい、天真な顔だろうと彼は思った。ちょうど5年ばかり前、この子の母親の唇がこんなに真っ赤だったが、これはその縮小だと思えばいいだろう。あの時は晴れ渡った冬の日で彼女は、俺がどんな障害にも反抗し彼女のためであったなら甘んじて犠牲になるというのを聞いて、この通りににっこと笑いながら、涙でいっぱいになった目で俺を見たのではなかったか。 彼はぼんやりして、そこに座ったまま少しはええ心地になった。ああ、かわいい唇。と彼は思いにふけっていた。突然だった。カーテンが開かれて、薪が運ばれてきた。彼ははっとした。子供はまだ涙でいっぱいになった目で、真っ赤な唇を開いたまま彼を見ている。唇。彼がそばに目をくれたときは、薪はもう運ばれていた。 おそらくは将来これもまた55の2号、9981にでもなるんだろう。二つの目玉を気味悪く光らせて、彼はこう思いながら、表題だけ書いた原稿用紙と計算の数字を書いた原稿用紙を手荒く引き張り出し、それをもみくちゃにしてまた引き伸ばし、子供の涙やはなじるを拭き取った。いい子だから向かうへ行って一人でお遊び。 彼は子供を押しのけながら、髪を丸めて力任せに髪くずかごの中に放り込んだ。彼は子供にも、ふいと飽きたらなくなったが、重ねてまた振り返ると子供がよちよち部屋を出て行くのを見た。耳にはきったんの音を聞きながら、彼は気を落ち着けようとして目を閉じ、雑念を拒止して心を楽つけて腰を下した。彼は一つの平たい丸い黒い花が、 応答の信用なして浮き出し砂岩の左角から漂うて右に至って消え失せた。続いて一つの目威力化と国力色の心と、続いてムカブの白菜の積み荷がきっぱりと彼に向かってはだ大きな英字を形成した。1924年3月18日、底本、路人全集、改造者。1932、昭和7、 年11月18日発行。旧字・旧かなで書かれた作品を、現代表記に改める際の作業指針に基づいて、定本の表記を改めました。その際、以下の置き換えを行いました。キャツ、あいつ、あなた、あなたある、あるあるいは、あるいは、てい、い何時、いつ、て置き、おそらく、おそらくくらい、 暗いかつ、かつかつてかつて暗い、暗いさながら、さながら、ま自しますこぶる、すこぶるそこ、そこそれ、そのたくさん、たくさん確か、確かたちまち、たちまち多分、多分ため、ためちょうど、ちょうど一寸、ちょっと終てついてどこ、どこ取りも直さず、取りも直さずなおさら、なおさらなかなか,なかなかなかなぜ、なぜばかり、ばかりはず、はずは肌は、は肌はまず、 まずますます、ますますまた、また、またいまだ、まだまるで、まるで、て、み、みもし、もしもちろん、もちろんやはり、やはりやや、やや。定本はソウルビですが、一部を省きました。入力、京都大学電子テクスト研究会入力班、山本隆之。構成、京都大学電子テクスト研究会構成班、大久保優。 2005年1月5日作成、青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫、http コロンスラッシュスラッシュ w w w a o z o r a g r j p スラッシュで作られました。入力、構成、制作に当たったのは、ボランティアの皆さんです。